皆さんこんにちは、メロンクーです。今回は白ピクミンを使ってラスボスを倒していきたいと思います。白ピクミンには毒があり、白ピクミンを食べた原生生物は毒のダメージを食らいます。そのダメージは1匹で100ピーを倒すほどの威力です。そこで白ピクミンのみでラスボスを倒せるか検証していきます。最終形態以外はピクミンを食べる攻撃をしてきますので、早速やっていきましょう。ピクミン4のラスボス、ヤタノワスレイヌ。この形態は第一形態で、主にジャンプや突進の攻撃をしてきます。ラスボスが突進してくると、オッチンが突進する音と同じ音がするのでわかりやすいです。白ピクミンを食べてきました。10匹で体力が半分も減りましたね。ラスボスでさえ白ピクミン10匹食べると、体力が半分持っていくのは強いですね。とりあえず第1形態は白ピクミン20匹で倒せました。次は第2形態、氷形態になりました。氷形態は雪玉を飛ばしてきたり、口から冷凍ビームを放ってきます。ですがこれを食らっても凍るだけで、ピクミンは倒されないので、一番弱い形態ですね。この形態も白ピクミン10匹で半分ですね。第2形態も倒せました。次の形態は電気形態。第3形態は電気の攻撃をしてきます。電気の弾を飛ばして、そこから電流が流れます。範囲も広く、ピクミン以外だとかなり厄介です。ですが今作の電気攻撃は即死ではないので安心でした。もし即死でしたらめちゃくちゃ難しいですね。第3形態でも白ピクミン10匹で体力が半分減ります。どの形態でも体力は変わらないですね。次は第4形態の炎形態になります。炎形態はオッチンがいないとジャンプできないので、炎の渦を避けるのが難しいです。第4形態もやはり白ピクミン20匹で倒せますね。次は最終形態です。こちらは赤黒い攻撃をしてきて、それに触れると即死です。ドドロと同じ攻撃ですね。即死ということなので、どのピクミンでも即死してしまいます。しかもずっと空を飛んでおり、ピクミンを食べる攻撃はしてこないので白ピクミンでは倒せません。なので、ひっくり返ったところを紫ピクミン100匹で突進して、しびれサンダーで倒しましょう。はい、倒せました。結論、紫ピクミンとサンダーだけで十分です。皆さんいかがでしたか？最後の形態以外は白ピクミンで倒せることがわかりました。今作は白オニオンがあり、白ピクミンを増やせるので楽ですね。ぜひ皆さんもラスボスを倒す際は白ピクミンで倒してみてはいかがですか？それでは最後にルーイメモ。ルーイヤタノワスレイヌ、和名犬神のツカハシメ、科目不明、活動時間は夜、極上の毛触りと乗り心地、連れて帰りたい。では以上で動画を終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。